アンジェンテ。キュンとして山上くん。帰ったらゲームしようぜ。いいよ。俺、大川達馬。こっちは幼馴染の山上月彦。家が隣でよく一緒に遊び、比較的どんくさい月彦と容量がいい俺は兄弟のように仲が良かった。あ、どうしよう、たっくん壊しちゃった。はあ、しょうがないな。一緒に怒られてやるから泣くな。この関係がいつまでも続くと思ってた。思ってたさ。10年後。大川、お前が持ってくるはずのプリントだ。まったくどんくさいな。こんなクソメガネにならなけりゃな。お気遣いどうも。年々月彦、山上はハイスペックエリートと化し、俺から離れ、このざま。心を込めて言え。込めてんだろ、めんどくせえって心を。何やってんだよ。ああ、もっと優しくて可愛い。女の幼馴染が良かった。班に分かれ桜木神社を見学し、レポートにまとめて提出すること。はーい。なあ、千年前って何時代だ。平安。これなんて読むの。神社神。じゃあ、あいつらどうしたらいいと思う。わからん。おい、結ぶな下手くそメガネ。お前のせいでおみくじちぎれただろうが。どうしてくれんの、俺の運勢。人のせいにするな。運なら結果が物語ってるだろう。だから結んでたんだろうが。ちなみに俺は大吉だ。お前は結ぶ必要ねえじゃねえか。 100% 妨害目的だろう。しょうもな。てか、よく山上とあんな喧嘩できるよな。まあ、基本我関せずなのに。そんな短い髪で結べるのか。うるせえな。あんなに口聞くの大川にだけじゃね。俺、山上とあんま話したことない。俺もなんだかんだ幼馴染だしな、あの二人。おい、次どこ行くよ、お二人さん。ハイデン。ご神木。木なんか見る必要ねえだろ。俺と同じタイミングで喋るな。俺、お守りみたい。いいね。おい、お前らどこ。奥の方、もう先に見たぞ。あいつら逃げやがった。二人だけにするな、帰ってこい。ここ良縁運んでくれるみたいだぞ。山神との仲祈っとけ。ふざけんな。神頼みで修復可能な仲じゃねえわ。再戦活用するなら男じゃなく女と。噂なんだけど、そう、山上くんも興味あるんだ。そうだよね。おい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 、レポートなんか朝飯前か。余裕だな。何ひがんでるんだ。噂話をしてくれたから聞いてただけだ。ご神木の桜がエマの祈願を高確率で叶えてくれるって。なんだそのうさんくさい話は。これ桜だったのか。こんなん信じるやつは夢見がちピュアだろ。ああ。いたよ。そういやお前サンタだいぶ信じてたな。サンタさんは関係ないだろう。見ろこのエマの数を。お前絶対将来桜に引っかかるぞ。この桜は植物だ、桜じゃない。知ってるけど疑うこと覚えろって言ってんだ。勉強できても根本がガキのままだな。
おい、何書いてんだ。俺が悪かった、お前はしっかり者だと言えますように。俺の名前勝手に願い捏造すんな。信じてないならうろたえるな。叶ったら本物だとお前も知るし、一石二鳥。要するに実験体かよ、半信半疑じゃねえか。てっ、あっ、何するんだ、罰当たるぞ。当てるなら当ててみろや。いいか、俺が願うならな、こんなメガネじゃなくて可愛い女の幼馴染がいいだ。やれやれ、夢見がちピュアめ。お前を好きになるなんてよほどの物好きだろ。叶わねえから言ってんだ、うるせえな。よかろう、その思い聞き届けた。なんだ今の。は、え、あ、どうした。くし、山上、お前どうした、その胸。え、おい、16年間連れ添った息子はどうした。知らんわ、生々しい言い方やめろ。どう考えても大川が変なこと叫んだせいだろ。俺のせいかよ。だから罰当たるって言っただろ。うるせえな、キキキキ、声だけ。なあ山上。何、おかしくないか、人が全然いない。ほんとだ、桜も咲いてる。夢だろ夢。そんな能天気な。まあ夢みたいなものだと思え。うつつでは外野が煩わしくてかなわんゆえ、我の領域に招き入れた。山上どうした、遅い、中二病。俺じゃない、どこからこんな声。ここだ。あー、木が喋ってる。ま、木ぐらい喋るか、山上も女になったし。おい、いろいろ元に戻せ、ふざけんな。金返せ。お主ら、状況を分かっておるのか。おらんな。そのような態度だから今に至ると思わんのか。信仰心こそ力の源の我にとって営業妨害華々しいわ。まったく、近頃のコアッポは。営業とか言ってるぞ、この木現代に染まってんな。ゆえにお主らには呪いをかけた。お主ら、黒いのにはくしゃみで女になる呪い。目つきの悪い方は。え、本当に俺にもかけたの。一生童貞の呪いだ。なんで俗っぽい呪いなんだよ。お主らがさっきわめいておったろう。こんなメガネじゃなくて可愛い女の幼馴染がいいだ。やれやれ、夢見がちピュアめ。お前を好きになるなんてよほどの物好きだろ。あれで呪いやったということだ。だから視力も上がったのか。黒い方は一時的に元に戻る方法がある。おう、ときめきの力だ。ときめくと男の姿に戻る。申し訳程度の縁結び要素きたな。くしゃみしたらまた女になるがな。それ戻ったっていう。まあせいぜいあがけ、そして信仰心を抱け。さすれば気が向いた時に解いてやるやもしれん。ね、俺の方のヒントはない。ないのかよ。レポートのやる気ないって。あります、すいません。やっぱり夢か。まったく、どうなってるんだ。大川だけじゃなく山上も提出せず帰るなんて。明日必ず提出しろよ。
夢じゃないし本物だったな。最悪だよ。一生童貞ってなんだよ。縁結びもクソもねえよこんな。物がついてるだけマシだろ。俺を見ろ。物事可能性消されてるぞ。やめようぜ張り合うの。とりあえずお前のそれなんとかするか。ときめきだったか。なんかないのかよ。急に言われてもパッと浮かばない。はあ？無趣味人間かよ。心外だな。挑発の言葉しか吐けないのか。直す手がかり本人がわからなけりゃ世話ねえわ。寄り道すんぞ。すごい。お、なんか見つかったか。肉眼で文字が読める。読めるぞ。おめえ案外余裕じゃねえか。探す気戻る気あんのか。はあ、おいおいマジかよ。デビモンリメイク発売されるってよ。人のこと言えないじゃないか。クソ夏、これお前ん家でやったよな。金もっと持ってくればよかった。え、覚えてるのか。覚えてるに決まってんだろ。どんだけアホだと思ってんだ。そもそも今月金欠なんだったわ。いや、はあ、ダメだ。信じらんねえ。あの漫画読んでケロッとしてんの。俺2回目でもダメだわ。純愛すぎて。所詮は他人の恋愛だからな。お前緑の血流れてんの？サンタは信じるくせに。大川は？はあ、でも久々だな。ガキの頃みたいだな。二人で帰んの悪くないわ。絶対なんとかしようぜ。結局元に戻ってねえじゃん。下の話に直結するな。じゃあまた明日。ああ、くしゃみ気をつけろよ。うん、大きなお世話だ。今何にときめいたんだ。キュンとして山上くん。ねえ見て、私の推し顔面天然記念物。聞いて、この歌超エモい。次数学かよ。俺あの先生苦手。部長意識高すぎて無理。副部長くらいがちょうどいいわ。この間はすみません、体調が優れなくて。プリントです。うん、勝手に帰られたらいろいろ心配するだろう。次からはちゃんと声かけろ。はい。あ、特にご神木あたりよく調べてあるな。関心があったのか。多分俺はみんなと比べ物事への関心が希薄だ。はい、文章にしやすくて点数稼ぎにちょうど良かっただけだ。好き嫌いも趣味も人並みにある。でもいざ問われると頭に浮かばない。自分の引き出しの中から即取り出せないものを好き嫌いと分類していいものなのかわからない。男に戻れた時、俺が何に心を動かされてしまったのか。あの木曰く、ときめくことで女から男の姿に戻るらしい。なら俺はあの時確実に何かにときめいたわけだけど、わからない。
みんなはどうやって自分の好き嫌いを判別してるんだ。意外と自分についてわからないことが多い。頼れるのは自分だけだ。ちゃんと自己分析しておかないと。な、悪い。ああ、一つだけ確実に言えることがあった。俺は大川達馬が嫌いだ。なんだ山上かよ。もうレポート出しに行ったか。出したが、お前には関係ない。お前と違って考えることがあるんだ。待てって。なんだ。お前あんなことあって二言三言で解散できんのかよ。淡白すぎて何考えてんのかわかんねえわ。来い。まさに悩んでることをこいつに指摘されると腹立つ。大体無神経で大雑把なお前が人の心の機微を拾えるわけが。うん。で、要件は。落ち着け。ここで拗ねたら俺の方がガキだ。ああ、お前あれからどうよ。体調は問題ないが。変わったこと起きてないか。起きてない。そうか。呪いだから他に悪影響があるのかと。今はくしゃみが脅威ってだけか。なんだその口ぶり。まるで。あのさ、なんかあったら呼べよ。俺しかいねえんだから。これが言いたかっただけ。じゃあな。ああ、そういえばあいつ昔から。いや、目を覚ませ。この状況にちょっと同情しただけだろ。呪いに関する人物との仲がこれ以上悪化したら困るだろうし。なんだこの感じは。アホ面。じゃあ今日は山上、黒板きれいにしといてくれ。あ、はい先生。それ俺やっていいっすか。聞きたいことあるんで。やっと終わった。珍しいな大川。チョークの粉。なんだ大川。チョークの粉。ああ、なるほど。くしゃみ。今のも同情ゆえの気遣い。寒いからここだけ窓閉めていいか。換気もいいだろう。いいんじゃない。これも。あれ、お前今日掃除当番は。大川が代わってくれた。あ、なんで掃除変わったか。ホコリ吸って変身して困る間抜けが想像できるからだ。お前は机運びでもしてろ。これだって。バカ、何危険地帯に来てんだ。帰れ。いや、ゴミ捨て場の鍵を忘れてるから。そこ置いて去れ。ボス猿。全部大川の自己保身か同情。頼りねえかもしんねえけど、お前が困る状況になると俺も嫌なわけだから、ちょっとはおとなしく世話焼かれてろ。そんな信用ねえかな俺は。なんでだ。呪いのためとはいえ、嫌いな相手にやることじゃないし、俺が困る状況になって面倒だと思うことはあっても大川は嫌な思いをしないのでは。同情にしては協力的すぎる。もし心変わりするとしたら、それこそ女の俺に惚れでもしなければこんなこと。あ、大川の机から何か落ちた。こんなずさんな管理だからすぐ物をなくすんだ。そして見られてしまうんだ。
大川、あいつ意外と色々考えてる。ちょっと待てよ。こんな紙に書くなよ。これ俺のため？冗談だろ。大川が。はあ。っていうか。本当に女の俺に惚れたんじゃないだろうな。いや、ない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 、絶対。キュンとして山上くん。はい。あ、大川くん起こしたかな。ごめんね。優しくて笑顔が可愛い委員長の花村かなは俺の初恋の相手だ。中学の制服、これ休んでる間の授業の板書。ノートの端めくってみて。端？パラパラ漫画。頑張れ。可愛すぎんか。じゃあお大事に。あ、ま、待って。俺実はずっとお前のことが好きで。本当？え、山が？え？俺呪いのせいでこんな体になったけど、今ならそれも良かったなって思えるよ。山神。大川、俺も大川のことが。ずっと好きでした。なんて言葉を。夢。こんな曲聴いてたから、あんな夢を。喉に詰まって。大川が何か持ってる。カンペか。朝一緒に登校するぞ。は？男に告られたらどうするか。どうもしないが。だよな。ああ、あの木の呪いで山神はくしゃみで女になり、ヘクシー、ときめけば男に戻る体質になった。とき。じゃあ、あの時何にときめいたんだ。タイミング的に俺か。いや、俺らクソ仲悪いし男同士だろ。かといって聞けるか、ときめきポイント。うわー、怖いわ。しまった、不審がられてる。くしゃみ対策で呼んだと思わせて切り抜けろ。何回押してるんだ。夜暖かくしてるか、唐突。え、ああ、寒さと乾燥は大敵だからな。お前結構もやしなんだから体調気遣え。よし、うまくそらせたな。ああ、大川がなんか変。ダメでした。男に告られたらって何？異様に心配してくるし、一緒に登校とか何年ぶり？こいつまさか。よし、青。求愛行動始めてないか？ダメだ、話題変えないと。それより、自分の心配をしたらどうだ？一生童貞の呪いだったか、まだどんなのかわからないだろう。それはまあ。
解決すれば呪いにかからなかったも同然だろう。声震えてるぞ。そんな生ぬるいとは思えないが、お前を好きになる女子がいなくなるんだろ。対応も変わったらどうする。なあ、そうなったら俺と普通に接する女はお前だけになるのか。何言ってんだこいつ。俺は女じゃないし、なんなら周囲と同じ温度だが。うっせえ、お前にぬくもりは期待してねえんだよ。まったく、こんなことにならなければお前と関わらなかったのに。はあ、こっちのセリフだボケ。よし、これでいつも通りだよな。ごめんなさい、ごめんなさい、私が悪かったです。全然いつも通りじゃねえ。見た今の、かわいそう。明らかに女子とのフラグが折れてる。立ってすらないのに折れる。ちょっと今取り込み中。何泣かせてんの。俺の心も折れそう。まさかこれが例の呪い。ねえ花村。花村、言ってやんな。何こっちチラチラ見てんだ。大川くん来た。あのね、ちくわ、あれ呪いは花村も女だよな。ズボンのファスナー開いてるよ。センキュー。うん、じゃあね。最悪だ、地味に精神が蝕まれる。呪い解くまでこんな精神攻撃が続くのかよ。ねえ、何書いてるの。何あれ。秘密。気になるじゃん。俺が望む状況下で何涼しい顔してるわけ。石油王か何か。宇宙人、何それ。もっと嬉しそうにしろや。何淡々と話して済ましてんだこのメガネ。俺の金魚の糞してた頃の方がまだ愛嬌あってよかったわ。大川おこだ。こんな不愛想なやつのどこがいいんだよ女子は。花村も山上を見てる。あんな奴もどうがいいんだよ。今大川、俺見てため息ついた。俺への恋心は不毛だと。隣のやつとペアになってラリー練習開始。すげえ雨の匂いする。放課後やばそうだな。ね、嵐の予感がするよ。あいつら天気操れんの。お前さっきずいぶん女子と楽しそうに話してたな。嫉妬とかどうかしてる。勘違い中。うるせえ、てめえには俺の苦しみは分かんねえわ。女子に好かれるお前には。分かってたまるか。諦めて他を当たれ。はあ、どう、雨降ってきた。先生、惨めな気になるし、なるべく山上と関わりたくねえ。この際に女体化してもあっさり元に戻せるように胸キュンどころをはっきりさせよう。山上。なんだよお前。好きなやつとかいるか。少なくともお前じゃない。あ、何言ってんだ、当然だろ。あいつら何してんの。え、当然。おーい、先生が体育館集合ってさ。まあいいわ、後で。
お前すぐ元に戻れるように自分のこと把握しとけよ。え？あれ、そういう話？は？他に何の話だと思ってたんだよ。雨やべえ、行くぞ。うん。なんだ、俺の勘違いだったのか。さっき俺も何にときめくのかとか、元に戻る条件が何か書き出してた。ほう、それで？何も恋愛感情だけに限らないと思って。あ、どうした？固まって。おい、お前まさか。おい、やめろ、今ここはまず。くし。どうした？鍵閉めたいんだけど。なんでもねえ！バカ野郎、こんなところで何考えてんだ！仕方ないだろ！で、ときめくもの考えてたんだろう。何なんだよ、その救世主は。これがそのメモなんだが、総合的に見て、未知との遭遇かなと。無茶言うな！猫あたりは現実的じゃないか。体操服が濡れて透けてる。もういいから来い。ここでおとなしくしてろ。誰か来たらどうすれば。ああ、もう体調不良の生徒のふりしとけや。大川、何してるんだ、体操服変な着方して。気にすんな、鼻息で服乾かしてんだよ。無理では。服が透けてる女の山上と保健室で二人きり、この状況の方がよっぽど無理だわ。先生には俺が伝えとく。着替え取ってくるから待ってろって。耳まで赤かった。また様子がおかしかったが、一体なぜ。保健室の鏡、俺の服、雨で透けて。ああ、なるほど。暇だから自力で戻ろうといろいろ考えたが、特に何も変わらないな。大川は何してるんだ。大川のあんな顔初めて見た。いつもふてぶてしい大川だが、俺が知る限りあいつは女に免疫がないから無理はない。女？今度は勘違いじゃなく、女になった俺を意識したということか。いや、だから何だと言うんだ。男の本能が作用しただけだろ。俺たちは男で幼馴染であり、お世辞にも仲がいいとは言えない俺なんかに。保健室に連れて行ったと先生に伝えた。山上の制服も取りに行った。あとやんなきゃいけないのは特にない。もとりつれ交番行くか、校舎ぐるっと一回りするか。戻ろう、風邪ひかれたら厄介だし。本当に大丈夫？風邪ひいちゃった。熱とかない？体育の時だっけ。保健室から話し声。え、他に誰かいんの？山上、大丈夫。山上くんが倒れたって聞いて心配になっちゃって。元気そうでよかった。心配させてごめん。無理しないでね。うん。人が苦しんでる間、こいつは女子とイチャイチャかよ。
おいクソメガネ、着替え。あ、大川。じゃあまたね、山上くん。うん。なんだその恨めしそうな顔は。別に。っていうかお前元に戻れてんじゃん。どうやって戻ったかわかるか。ああ、多分ドアが開く音だ。は？山上くん、いる？ときめくというのは胸の高鳴りを指すだろう。ドアが開いて驚いた時にカウントされて元に戻ったんだと思う。はあ、ときめくというのは胸の高鳴りを指すだろう、なんてこと言ってこいつ。本当はあの中に好きな人でもいて来てくれたことにときめいたとかじゃねえの。体操着びしょびしょ。俺がいない間に戻ったんだし、そう考えるのが自然だろ。気づいてないふりしてやるか。へえ、案外いい加減なんだな呪い。俺の呪いもそれくらいルーズになってくんねえかな。マジ早いとこなんとかしねえと精神が死ぬ。大川は呪いの影響まだなくないか。普段通りでは。喧嘩売ってんのかてめえ、上等だわ。キュンとして山上くん。大川、あんたカメラマンの座降りな。カメラマンになった覚えないけど。この間集まった時の写真全部ひどいんだわ。よくまあこんなブサイクに映せたな。これからは真実の鏡と名乗れ。思い出クラッシャーもか。いらん称号つけるな。だいたいカラオケ来てあくびして歌ったねって。私の美声は子守歌か。心して聞け。ただ春の夜の夢のごとし。寝不足だったんだよ、悪かったって。まあまあ、そんなに責めなくても。私が気に食わないのはな、ちゃっかり花村だけはアイドル顔負けの写真写りで。コンビニにてお好きなものを何なりと。苦しゅうない。大川、クラスの可愛い子ランキングって何これ。大川くん最低。他の奴らが書いたんだよ、俺は消そうとしたんだ。怒ってんの？この子怖がらせないでくれる？へぇ。大川！予想を上回る地獄、説明すら聞き入れられない理不尽の雨。山上くん、ちょっとごめんね。ん？山上はまた女子と話してやがる。山上よりマシだと思ってたが侮ってた。今はまだ我慢の領域だが、怖いのは女子のネットワーク。狭いコミュニティで日常的に俺の悪評が広がってみろ。血積もって山となり、残る高校生活はすっかり冷え切り。チョコゼロっ子、クリボッチ、彼女自慢。俺は一生どうてった女の悪評を背負う人生とか絶対ろくなことねえ。この呪い結構やばくないか。川、大川、大川。はっ、俺が悪かったです。なんだ、また何かやらかしたのか。山上かよ。またってなんだよ、好きでこんな状況になってるわけじゃねえわ。はあ、いちいち噛みつくのが好きだなお前は。てめえのその態度が鼻につくんだよ。ちょっと大川さ、山上くん、あんたのこと心配してるんだよ。え、ちょ、ま、わざわざ後追ってきてたのに、ひっどい。ちゃんと話聞いてやんなね。じゃあね。いちいち噛みつくのが好きだなお前は。ふう、リピートやめろ。なに、心配してんのか。俺なしじゃお前の呪い戻せないもんな。女子が勝手に言ったことだ。それに俺はもう女体化しない。は？くしゃみを抑えるツボだ。今日はこれをしていたから
一度もしてない。だからお前はもう用済み。ミックシ、うわバカが、その油断が命取りなんだよ。え、何してるのあれ。ツボはどうした。悪い。今のは助かった。元に戻るの手伝ってくれ。これは仕組まれた罠だ。呪いによって外堀を埋められ、女の山神を拠り所にする間抜けと化す罠。分かってんのに、鼓動の制御が効かねえ。あのクソ桜。狙いは分かっていようと、俺は絶賛思春期男子。いけすけない野郎でも意識しちまうだろう。うん、よし、じゃあ始めるか。は、何を。俺を男に戻す実験だ。何あれ。フリーマーケットではなく、大川に宇宙人の格好をしてもらったはいいが、全然ときめかないな。お兄ちゃんどうしたの。お前の宇宙人はリアリティがない。もっとこの星の常識を捨て去れ。こいつがドアの音で戻ったし、まずその様式を探ろう。っていうから、手品やら単純なサプライズやらいろいろ試したが、一切戻る気配がない。ただただ俺が恥ずかしめられてるだけ。宇宙人のリアリティってなんだよ。ウケる。知ってる？クマノミの群れで一番体が大きいオスはメスになるんだって。へえ、せっかくでかく生まれたのに変に白色だよな、花村。繁殖のためだから合理的だよ。今何か見えたな。大川くんと誰だろう。お前も楽しんでるだろう。飽きた。中途半端で滑稽だった。一つ星レビューつけないでくれる。茶番やめてさっさと言え。いるんだろ本当は。何の話だ。何って、お前の好きなやつの話だよ。時間止まってる？え？じゃあマジでなんで戻ったんだこいつ。なあ、お前はどうやって好きだと判断してるんだ。は？大川の思う好きの定義って何？定義って、難しく考えすぎだろ。つい目で追ったり、ふと思い浮かべたり、そいつによく見られたいとか、他のやつに取られたくないとか、そう思う相手じゃねえの、月並みだが。そうだな、オカルトに例えると第六感が働く相手だよ。なんで山神とこんな話。脳で処理する前の直感。お前の中じゃ好きも幽霊も似たようなもんだろ。あるかわかんねえんだから。心霊は専門外だ。怖いんだろ。違う。大川は花村さんに働いたのか。第六感ちげえわバカ。なんで花村なんだよ。なるほど、そんな厄介な感情なら俺の中にはまだない。うわあ、あいつは今その感情を制御しているのか。苦しくないのか。呪いに絶対に実らない恋だと
知らされているようなものなのに。いや、今は大川のことじゃなくて自分自身について考えないと。山上お前、好きなものに猫をあげてたろう。うん、いたぞ。あれ、お前遊んでたんじゃ。遊び半分、目的半分。ほらよ、言っただろ、なんとかするってな。おやんちゃめ。あれ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 、も戻った。猫、ね、ごめんな、びっくりしたな。今俺どっちにときめいたんだ。まさか山上が無類の猫好きとはな。知らなかった。この動画も備えとくか。楽しそうだね。うん。あ、猫ちゃんだ。ほっ、な、ピンチとチャンスが同時に、こんにちは。かわいい。呪い発動したら燃やすぞ、クソ桜。武装。猫ちゃん好きなの？俺じゃなくて知り合いが。あ、いや、俺も好きではあるけど。もしかして昨日公園で一緒にいた子？え、見てたのか。うん、地上に降り立つ宇宙人の真似してた。見てたのか。宇宙人ってよくわかったな。彼女ですか？違う。隠さなくてもいいのに。猫の動画探してる大川くん、すごく楽しそうだったし、その子のこと大事に思ってるんだなーって。もしもし。だから私応援してるね。何がしたいんだよ、お前は。来るなら来い。え、何、ジュース、お前が俺に。焼け酒的な。さっきのあれ見てたのかよ。うん。あ、そう。完全に何とも思ってない反応だったな、あれ。ま、分かってたけどな。俺のこと責めないのか。責めてどうするんだよ。だって前から俺のこと眼中にないって知ってたし、呪いも何も関係ねえよ。だからお前が気にすることじゃねえの。ヘックシ。え、今ってあれ、変わらんが。何、振り、どうした急に。いや、せめて女の姿で励ましてやろうと。いらねえよそんな気遣い、キャバクラか。絶対なんとかするって思ってるの俺もそうだから。大川が呪いで何かあった時は俺がいるので、遠慮なく頼るように。何そのダセえ励まし方。ほら、俺のおかげで立ち直った。調子乗ってんじゃねえぞ。キュンとして山上くん。
あのね、僕、やっていいこといけないことわかるでしょう。本当にやってないの？痴漢。俺じゃねっす。どうしてこんなことに。ことの顛末はこうだ。なんだ、窓の外が光ってる。山神か。また神社に行ってみないか。俺たちは呪いの解き方を探すため再び桜木神社へ行くことになり、この猫ちゃんは可愛い。そして乗り込んだ電車で俺の呪いが女からの評判を落とそうとして、次降りてください。え、こうなった。助けて。本当に彼なの？とっさに掴んだもので。はあ、もう白状するしかないだろう。大川、なんでだよ、やってねえわ。すみません駅員さん、俺たちこういう仲でして。恋人つなぎ？痴漢なんてするはずないんです。何言い出してんだよ。黙って俺に任せろ。ああ、前に本で読んだんだ。男好きのふりをして難を逃れたと。それにその時両手は塞がってました。あなたも掴んだ時見てたでしょ。それは確かに。隣に俺がいて他の人に手なんか出さないだろ、たっくん。たっくん、当たり前だろ月彦。とっと、あの、私も別の人がやってたの見ました。あら、マジ危なかったな。本当にな。今のはお前のおかげで。お前のためじゃない、俺のためだ。呪いの手がかりが豚箱入りは困るからな。可愛くね。先に行ってるぞ。月彦って久々に呼ばれたな。あれ、山神くんじゃない？わーい。呪いの手がかりか。結局何も変わってねえのな。俺も同じだとか頼れとか何だったんだよ。うっかり友情感じて俺がバカだったわ。そっちがその気なら俺も利用してやる。今のではっきりしたからな。俺も事情を知る者がいないと死ぬって社会的に。行くぞ山上。どれ持ってるの？彼女？いや、彼女ではない。ねえ、じゃあよかったらその人も一緒に。悪いけど、こいつは今から俺と行くところあるから。来られたら困るんですけど、呪いのこと調べるため。彼氏来た。大川くんと山神くんってそういう。おいとまいたします。やば、どっちがどうなの。後で会議しよう。大川、今墓穴掘ったぞ。え？来たはいいが全然喋る気配ないな。無視してんじゃねえぞクソ桜。やめろよ、そういうこと言うから呪われたんだ。ガキの悪口一つで機嫌損ねる強量な神、敬う気になるかよ。だから俺たちが大人になる必要があるんだろ。仕方ないんだ。ん？あれは？ナチュラルに舐めてんなお前。ちょっとあなた。あ、女になりませんか？いやー、すみません。言葉を選んだはずが驚かせてしまって。
選びすぎて足りてませんよ。申し遅れました。ここのネギの佐藤です。大川っす。山上です。私には霊能力がありまして、女性になった姿が見えたのでお声をかけましたが、察するにあなた方、あの桜の木に恨みを買うようなことでも。散々悪態ついてエマ割ってました。お前が火に油注ぐようなこと言うから。心当たりしかないようで。本殿の桜に祀られた鎮守神様は非常に強力な霊威をお持ちな上、かなり人の念にご執心なお方なのです。その昔、文化人の貴族の枕元に夜な夜な現れ、呪詛をささやく鬼女桜木姫がおりました。彼女はある者に裏切られ、深い悲しみから命を手放し、人を呪い続ける鬼と化したのです。それを鎮める依り代があの桜です。とんだたたり神じゃねえか。こら、鬼と化すほど辛かったんだ。相当てひどく裏切られたんだろう。ええ、姫は愛していたのです。美しく儚い運命を、人を。それほど誰かを思っていたからバカにされて頭にきたのか。まさか追ってた推しカプが解釈違いエンドを迎えるなんて。世俗的なワード出てきたな。失恋で嫉妬の鬼になったとかじゃなく。いえ、読んでた作品の推しカプが違う人とくっつき、ショック死して作者を呪い続けたんですよ。結末変えろ。とんだたたり神じゃないですか。祀る必要あります？それほどこだわりが強いお方ゆえ、人のご縁には幅広くお力添えされるのです。恋に限らず、お仕事やご友人などエマにご祈願くだされば。祈願？何か思い当たる節でも。いえ、何も。そうですか。やっぱエマ割ったのがあれだったか。やらかした。大川のせいだろ。何もないこと。ないと思うんですけどね。結局解決策は見つからなかったが。これも何かのご縁です。相談事があればまたいらしてください。お茶うまかったっす。ありがとうございました。事情を知る人が増えたのは大きな進歩だ。霊能力者だっけ。もう何が出てきても驚けねえわ。常識が塗り替えられていく。それより、絶対何か隠してんだろこいつ。口数少ねえ。何かあるなら嫌いいのに。俺言ったよな、頼れって。また抱え込んでやがる。まあいいけどな、疲れたし。このまま何事もなく家に帰れたら。ブシ。ああ、もう俺ってばフラグ立てるの超うめえ。おるのもうめえ。もうしばらく電車乗りたくねえ。胃が痛え。女性多いな。俺今女の目の敵にされる恐怖と目の前の存在への緊張感に板挟みされてんですけど。拷問？大川、顔色悪くて人相最悪。また冤罪かけられるぞ。うるせえな。
うん。なんで？フラフラして見てらんねえし、これならカップルっぽくて変な誤解されねえだろ。利害一致。ん？なるほど。あれ？なあ、俺さらっととんでも発言しなかったか？さっきはちょっと考え事してて。それに、なんかこれ、うっかりこうなって悪かった。俺の影にこいつが。悪いがまた付き合ってくれ。あ、だから機嫌悪いのか。すっぽり収まってて、いやでもこれは仕方ないだろう。抑えるの大変なんだ。男女の体格差を意識しても。大川、ダメだ。これ以上ここにいたら線引きが曖昧になる。小さい、細い、柔らかい、いい匂い。ダメだ。耐えろ耐えろ、正気を保て。こいつは男。この先電車が揺れます、ご注意ください。耐えろ。ふざけんな。超揺れたわ、俺の心が。山上、大丈夫か？いや、俺は別に。大川サウナ帰り？汗すご。とりあえずそれなんとかしねえと。ペットショップ探すか。顔赤。まさか大川、さっきので照れてるんじゃないだろうな。まあ仕方ない、お前は元より女に免疫が。かよ、照れちゃ悪いかよ。ああ、汗かきすぎて喉乾いたわ。否定しないのか。おかしい、いつも売り言葉に買い言葉なのに。大川は俺を女だと意識してるから。男の時と対応が違うんだろうか。こっちは中身そのままだから。調子が来る。呪いにかかってからいろいろ気にかけてきたり、同じ目線で試行錯誤するのは仲が良かった頃を思い出して正直嬉しかった。でももしかして俺は自分の一挙一動で大川が強く動揺する様を見て、俺は お前どうやって戻ったんだよ。え、あ、猫の動画を。その手があったわ、忘れてた。キュンとして山上くん。ある一人暮らしの S さんの話。 S さんは新生活の疲労がたまって毎夜悪夢にうなされてたのね。窓に頭突きする黒い人影の夢で、日中でもバンって音が怖くなって不眠決めてたんだけど。あお、モリーブラックシャドウメトロノーム、つい寝ちゃったわけ。あお、あもうダメだ。S さんいたわ、いや。ああ。そんで目を開けたら黒い人影がいて、いつもの夢だわって思ったんだけど、なんかおかしいの。
これ夢じゃなくて現実じゃん。ああ悪い、ちょっと立て付け悪くてでけえ音出してしまった。抑えろ、飛び切りの階段聞かせてやる。おっえ、なに、なんだよ。ここで階段話するのやめてくれないかな。実は教室にいた。はあ、一生分の階段聞いたわ。己の粗雑さを恨むんだな。俺はお前を恨むが、丸聞こえだった。はあ、年季入りドアの頑固さなめんなよ。あれ、山上、顔青くね。ふっ、全く幼稚な煽りだ。俺は違う。桜の呪いについて考えてたら先行きが不安で。後ろ。はは。黒い人影に呪われろ。あいにく先約がいるからな、クソ桜様一名。怖い話してたら寄ってくるって言うし、気をつけろよ、鏡とか隙間とか風呂とか、あとくしゃみも。さっきまでビビってたくせにこいつ。勝手に心配してろ、取り越し苦労で終わらせてやる。ヘクシ。あ、ふ、深く。なぜよりによって今、単価切った以上頼りづらいし。い、落ち着け、自力で戻ればいいんだ。俺のときめくものと言ったら猫ミチ、かっこ怖いの抜き。大川論外。あんな子憎たらしいやつに俺が、気のせいだろ。何か別の要因があったに決まって。なんで倒れたんだ。偶然。目を開けたら黒い人影がいて、夢だわって思ったけど、なんかおかしいの。これ夢じゃなくて現実じゃん。あーダメだ、自分の発言のせいで鏡も隙間も怖え。山上いじり専念しすぎた。ああいうこと言うからあいつは一人で抱え込むんだろう。え、何今の現状、窓バンってならなかった。おい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 、ごめんなさいごめんなさい。いや、ちょっ、叩きすぎだろ。うるせえ、呪いはクソ桜で間に合ってんだよ、帰れ。マジで人いると思わなかったからビビったわ。いなくても怖いけど。ふん、俺はもっと怖かったぞ。偉そうに言うことじゃないよね。んで、なんで来たんだよ。俺のことからかう時のトーンだ。これは、その…女になった後階段を思い出して怖くなって、その姿で部屋出られないからこっち来たんだろ、傑作。なんでわかるんだよ、ムカつく。仕方ねえから手伝ってやるか。何にやついてるんだ。お前オカルト好きなのに心霊系はほんとダメだな。うるさいな、いつまで笑って。この漫画、大川のとこにあったのか。懐かしいな。あ、それ返しそびれてたわ。別に構わないが、部屋あまり変わらないな。あからさまに避けすぎだろ。なんだ、まるであの時と同じような。まさか、こいつ…なんだよ。別に面白いくらい意識してる。そうか、大川からしたら部屋に女が来たって感覚になるのか。
呪いのせいで余計。さっきまでからかってきたやつが俺の行動に翻弄されてる。まずい。すごく楽しい視線が。分かったかもしれない。この間帰り道で戻った理由。俺は大川にときめいたわけじゃなく、優位な立場。俺には刺激が強すぎるぜ。何もできまい。大川に影響を与え、心を乱す優越感からときめいたんだ。ならさっさとそれを試して元に戻れば。元に戻れば。外出て戻り方探ろうぜ。サンダル貸すわ。そうだな。待てよ、出るタイミング測るから。どうした、やれよ。多分リビングの方にいるはず。お前が望む優越感だぞ。なんてうまく動けないんだ。なあ、覚えてるか、夏祭りの日。夏祭り？そう、クラスの奴らで集まって肝試ししただろ。わあ！その後この道お前と歩いて帰ったよな。そんなこと覚えてたのか。そんで俺の落とした水風船の音にビビって落ちた溝がここ。忘れてしまえ。大川こそ脅かし役のくせに怖がってたの、俺はしっかり覚えてるぞ。いで、細けえこといちいち覚えんなよ。お互い様だろが。ふん、よく外に出ようなんて言えたな。怖くないのか、夜道は。てめえが先に泣きついてきたんだろうが。よかった、いつもの感じに戻れてる。歩く道一つ一つにこいつとの思い出がある。今の左折車アップねえな。こうしてまた大川と並んで歩く日が来るとは思わなかった。俺と大川をつなぐものがこの呪いだなんてな。この呪いが解けたら今の関係も白紙に戻るのだろうか。月彦、大丈夫か？家の明かりついてるぞ。それ、おばさんに見てもらえよ。今、足、痛い？情けなくて顔が見れない。今日さ、俺本当はね、お化け役嫌でちょっとサボってた。そうなの？委員長怖い話上手すぎ。わかる、僕も怖かった。だからさ、お互い内緒にしようぜ、今日のこと。うん、この頃の大川は兄のような存在だった。一緒にいて居心地がよく、お互いの弱い部分も共有し合える。親友とはこういう人を指すのか、そう思っていた。だけど、え、今日も用事あるの？助っ人を頼まれたんだよ。月彦も来るか？山神か、あいつちょっとどんくさいんだよな。プラマイゼロじゃん。僕はいい、先に帰ってるね。
大川は友達が多かった。取り柄のない俺とつるむのが不思議なくらいに。だから自分を変える努力をした。勉強も運動も周りの友達より俺の方が秀でるように。なのに。なあ、山上も誘うか？まあ、やめといた方がいいだろ。俺の中では特別でも、大川の中では。大勢のうちの一人。呪いで縛られている今だけは特別か。それも俺自身じゃなく。女の俺が。全然戻んねえな、それ。くだらない話しかしてないからな。しょうもねえことばっかしてきたせいだろ、ここら一帯で。しょうもないってなんだ。そのせいかもしれないけどさ。俺の記憶の中全部隣に山上いいんだけど。なんだかんださ。なんだよそれ。なんで今そんなこと。もう10年近く関わってんだよな。期待したくないのに。この先どんどん増えてくんだろ、思い出。そしたらその時はどっちの山神がいるんだろうな。俺が隣にいるのは当然のことなのか。好きの定義って何？つい目で追ったり、ふと思い浮かべたり、そいつによく見られたいとか、他の奴らに取られたくないとか、そう思う相手じゃねえの。ダメだ、もう俺。ごまかす言葉ばかり探してる。せーの、アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録高評価ボタンをお願いします。キュンとして山上くんは全国の書店電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ、今日がちょっといい日になる、そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援よろしくお願いします。